な人に告白をするってどれだけ勇気がいることか、皆にもわかるよね。ましてや同じ相手に何回も告白をした経験がある人って本当に少ないんじゃないかな。すごく勇気のいることだし、同じ相手をずっと思い続けていることもすごいことだよね。今日は初恋相手に、ずっと片思いをしてきた一気の話をするよ。15年間片思いした。だったら書く。スペック、俺、普通面、175、ひょろがり、23歳。相手、可愛い、能年レナちゃんに似てるから、以下能年、155センチ、失敗、24歳。出会いは小学校に入る前だった。当時ハイパーマザコンだった俺は、いつも母と一緒に行動していたせいもあって、保育園ではあまり友達がいなかった。それを心配した駄菓子屋をしていた、ばあちゃんがよく来てくれる子供に俺と仲良くしてくれと声をかけていた。そこによくお母さんと一緒に買いに来ていた子が能年だった。第一印象はこいつ小さいな、年下かな、だった。聞いてみると家から50メートルもないとこに住んでいてご近所だった。ばあちゃんのおかげもあって数人の男友達もでき、小学校に入学。この頃、能年とは近所ですれ違ったら手を振るぐらいの関係でしかなく、話したこともなかった。俺の地元は田舎ではないんだが、学年で20人弱くらいしか人がいなかったせいもあって、何かと一つ上の学年と合同で授業することが多かった。そこで一つ上の学年に能年がいるのを知った。能年はよく笑う笑顔の可愛い子だった。いつ見ても笑ってた。彼女の黒髪は本当に綺麗で、よく女子たちに触られてるのを見た。いつからか、俺は能年をめで追うようになった。休み時間や合同授業、登下校はいつも能年を気にしていたと思う。今思うとこの頃からもう彼女のことが好きだったのかもしれない。誰かいないのかを。まあ、いいビール飲みながらシコシコ書く。みんなもわかると思うが、小学生の男子ってのは好きな人に構ってほしいがために、ちょっかいを出す。俺もその一人だった。ことあるごとにちょっかいを出して、能年を困らしたかもしれない。俺がちょっかいを出すと、もう、俺くん、やめてよ。って言ってよく笑ってた。たまにやり返してくる時の彼女の怒っているような笑っているような表情が俺は大好きだった。そういう時に彼女は俺のことを弟のようだと友達に話していた。構ってもらえるのが嬉しくて、よく能年の教室に顔を出したりした。友人には、何、お前あの子のこと好きなの？ってよく言われた。俺はいつも、恥ずかしいから、違うわい、と躍起になって否定していた。今考えると、誰がどう見ても好きにしか見えない。俺と能年は背の順で一番前だった。いつもちびちびとバカにしていた。自分も小さいくせにな。横からちょっかいを出して先生に怒鳴られることもあった。一致は過去を振り返りながら小学生の思い出を語り始め、能年という一個上の可愛い女の子のことが好きになる。高学年になると俺はクラスの中心にいた。いつもバカやってみんなとよろしくやっていた。この時までは俺もいわゆるリア充だったのかもしれない。能年は一足先に中学に入学、美術部に入ったようだった。その間これといった進展はなく、俺も続いて中学に入学した。特にやりたいこともなかったので、友人に誘われたバスケ部に入った。バスケ部と美術部加えて、一つ学年が違うので、当然のことながら接点は皆無だった。能年が先輩に告白されていたとか、同級生に好きな奴がいるだとか、そんな情報だけに聞き耳を立てていた。どうやらのとはまだ付き合ったことがないようだった。それを聞いてから構って欲しくて登下校や学校の廊下で見つけてはちょっかいを出していた。2年になるとみんな大好き中二病を発症。でから雷霧を出す練習したりしてた。そして、ラノベを読み始めたあたりから雲行きが怪しくなってきた。授業中はラノベを読み漁り、家ではアニメを見る。元気なやつから、ネクラにジョブチェンジが成功した。晴れてお前らの出来上がり。女子には、先生俺くんが授業中にエッチな本読んでいます。と言われて、生徒指導のゴリラに掴まれて職員室行きになることもあった。そうこうしているうちに能年が卒業する時期になった。今よりも会えなくなると、思った俺は相当焦っていた気がする。が、友人の話によると卒業間際に能年に告白して散っていった奴が多数いたらしい。ざまあ、わらわらわら、と思う反面、人のこと言っている場合じゃねえと思いへこんだ。卒業式直前、下校途中の能年の後ろ姿を見つけた。いつものようにちょっかいをかけに行った。うえぇ、わら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 。びっくりした、もうまた俺か。うるせぇ、わらわらわら。本当に俺は私のこと好きだねぇ。能年は茶化すつもりで言ったんだろうが、俺はなんだか焦っていたのも相まって正直に答えてしまった。好きだよ。え、何、本気で言ってんの？うん。え、そっか。返事は、いいいつでもいいから。今日帰ったら電話するね。そう言って能年は走って帰っていった。
この時ばかりは、テンパりすぎてて今思い出しても死にたい。そして受話器の前でおにぃしながら電話を待った。疲れて寝てしまい、ニヤニヤした母ちゃんに起こされなんかのお姉ちゃんから電話来てるよ、何あんたたちなんかあんの？と言われたがうるさいと言ってトイレに駆け込んだ。あ、ごめん、俺だよ。あ、うん。なんか照れるな。うん。この後結構沈黙が続いた。あ、これ俺振られたわ。とか思って、振られた時のかっこいいセリフ考えてた。あのさ別に急がないから後日、手紙で返事してくれてもいいよ。あ、違くて、じゃまた明日会えたら学校で。一致ならいいよ。え、マジで？電話切られた。その日はもう一回抜いて寝た。勇気を出して告白し、無事に成功。これから幸せなカップルになれるかと思いきや一致の話は続いていく。次の日顔を合わせた能年は恥ずかしがって話をしてくれなかった。かくいう俺も友達に言うのが恥ずかしくて黙っていた。よく考えるとちょっかいを出すことはあっても、能年とまともに喋ったことねえわ。と、今更ながら気づいた。もちろん、ヘタレの俺にそこからの進展はなく、そんな感じでたまに手紙のやり取りをしつつ、1ヶ月が経った。能年は春休みも終わり高校生になっていた。その日、突然能年が自宅を訪ねてきた。ごめん、付き合う前の方が喋れてた気がする。高校生と中学生じゃ会えないしごめんね。別れよう。そう。俺の決死の告白は何だったのか。失意の中時間は流れた。俺は高校生になった。振られてから能年には会っていない。登下校の時間ももちろん違うので姿を見かけることもなかった。無駄に勉強はできたので、進学校に入学した。しかし、俺の中学からその高校に通う奴はほとんどいなく、ぼっちの始まりだった。部活は個人競技ができる陸上部に入った。ほうほう。部活では先輩に可愛がってもらいつつ、教室ではずっと PSP してた。最初こそ、雰囲気イケメンだったのか、違うクラスの女の子に話しかけられたりした。でも、ネクラな俺を知るとほとんど話しかけてこなくなった。そうこうしてる内に2年になった。やることもないので部活にひたすら打ち込んだ。相変わらず能年には会えなかった。風の噂で能年に彼氏ができたと聞いた。でも、ヘタレの俺にはどうすることもできなかった。冬になった。クリスマスも終わり大晦日が迫った日、近所で能年を見かけた。3年ぶりに見た彼女は、あまり変わっていなかった。身長は小さいままだった。この時の俺はどうかしていたんだと思う。おいっち、わら、めっちゃ身長伸びたじゃん。俺はまだお前のこと好きだ。第一声から告白しちまった。もちろん振られた。泣いたね。そりゃあもう、泣いたね。後日、友達から同い年の彼氏がいることを聞いた。そりゃ、そうだろうと思った。それからは部活にひたすら打ち込んだ。体を動かして忘れようとした。夜ランニングしている時、同じ制服のやつと仲良く歩いている後ろ姿を見かけることはたびたびあった。俺は遠くから彼女の後ろ姿を見ていることしかできなかった。見てるぞい。冬が終わり春になった。能年は大学に行かず事務職に就いたようだった。3年になり、勉強にも、部活にも、忙しさは増した。結局満足のいく記録は残せないまま、最後の大会も終わり、うつうつとした大学受験の時期になった。この時期になると、周りは彼氏ができたやら、彼女と別れたやら忙しそうだった。能年は、まだあの彼氏と付き合っているんだろうか、俺はそんなことばかり考えていた。桜が咲き始める頃、俺はスーツを身にまとい、大学へ進学した。大学でもネクラな俺に友達はできなかった。講義を受けて飯食ってバイトの日々が続いた。もともと物欲がなかったので気がついたら貯金は50万近く溜まっていた。面白い見てるよ。何か変わるんじゃないかと思って、それを元に一人旅をし始めた。大学時代はバイトして、旅行に行って、の繰り返しに変わった。ソロ中と言われると、そうだったのかもしれない。旅行は楽しかった。でもいつも心のどこかで、能年のことを気にかけていた。大学にいるカップルを恨めしそうに見ていることしかできず、残ったのは虚無感だけだった。4年になった俺は、早めに就活も納得のいく企業に決まった。この頃になると、いよいよ両親がいい加減に彼女はできないのかと心配し始めた。でも、俺は上の空だった。家にこもって家をして過ごした。梅雨に入り鬱陶しい雨が降る中、小学校時代の友人に飲み会に誘われた。行ったら能年がいた。いると喜ぶと思って先輩今度だよ、と耳打ちしてくれた。こいつになら来られてもいいと思った。4.5 年ぶりに見た彼女は相変わらず可愛かった。薄化粧で綺麗だった黒髪は軽く染められ、肩にかかるくらいにまで伸びていた。ここに来る前に一見はしごしてたらしく能年は結構出来上がっていた。おいっちじゃん。久しぶり、また身長伸びたねー。おい大丈夫かよ。
身長の下り前も言ってたよ。そうだっけ、就職決まったんだってね、おめでとう。ありがとう。能年は仕事どうなの、楽しい？まあまあかな、でも毎日楽しいよ。そっか、楽しそうでよかった。そういえば、俺はいい加減彼女できたの？さっき友人くんに聞いたらまだできてないって言ってたよ。嘘だよ、わらわらわら、もう一年付き合ってる彼女がいるよ、わらわらわら。マジかよ、わらわらわら、聞いてねえ、わらわらわら、プリクラ見せろ、わらわらわら。だしね、わら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 。やったじゃん、大事にしなよ。当たり前だろ、わらわらわら、わろりっしゅ、わらわらわら。彼女の前では、いつも意地っ張りだな。あんたがまだ好きなんだよ。と心の中で何度もつぶやいた。お互い寄ってたのもあるが、よく考えると初めてこんだけ面と向かって話した気がした。彼女がトイレに行っている間に、女友達先輩の友達と友人にはまだ未練があることを話しておいた。友人はさっきのが嘘だとわかると何とも言えない顔になってた。一致はまだ忘れられない、能年への恋心を隠してしまう。でも、こっから少しでもやり直せる。俺はまだ能年のことが好きなんだと実感した。この後アドレスでも聞き出そう。彼氏がいてもいいじゃないか、そうだメールくらいは大丈夫だろう。久しぶりに彼女の顔を見て、そう考えていた。アドレス知らなかったのか。中学の時、お互い携帯持ってなかったのさ。発表します。なになに、わらわらわら。なんすか、改まっちゃって、わらわらわら。どうしたよ。来年、結婚するかもしれない。おめでとう、どんな人なの？2歳年上で同じ職場の人なんだけど、イケメンっていうの。女友達黙っててごめんねー。そうなんだ、キラキラ。みんな結婚式したら来てねー。もちろんすよ、な俺。ああ、そうだな。ゼック。彼女は明日も仕事があるらしく上機嫌で帰っていった。友人にはすごい剣幕で謝られたが、俺はそれどころではなかった。半分魂が出かかっていた。こっちまで泣けてきた。イケメンは、能年の高校の二つ上の先輩だった。就職の時にもいろいろ相談していたらしい。趣味はバイクで、たびたび能年を後ろに乗っけているらしい。また全てのやる気を持って枯れた俺は家にこもった。それから2ヶ月が過ぎ、夏に入ったあたりで友人から連絡が入った。能年が入院してると、俺はすぐさまその病院に行った。原因はイケメンだった。バイクの二人乗り走行中に、スピードの出しすぎでカーブが曲がりきれず、対向車と接触したらしい。イケメンは右足の複雑骨折と、全身打撲。能年は接触の際に放り出されて背中を強打、肋骨を何本かと、全身には痛々しいほどの擦り傷ができてた。能年は、私、運悪いな、。と笑っていたが、俺は何も言えなかった。彼女と別れてからイケメンの病室に行った。こんにちは、能年の後輩で俺って言います。お怪我は大丈夫ですか？ああ、ねなの。心配させて悪いね。出しくてよかったよ。ね今もグリみたいね。それより、俺くん、バイク好き？正直あんまりないですね。ごめんなさい。そっか、わら、また新しいバイク買おうかな。もうあれ、乗れないしね。ここでやに、能年ではなく、バイクについて語り出すイケメンにイライラし始めていたが冷静を装った。ここで思い出したのだが、うちの親父もバイクが好きで、昔よく母ちゃんを後ろに乗せてた。バイク乗ってる人からしたら常識なのかもしれないが、普通は夏でも長袖長ズボンで乗るらしいな。親父も母ちゃん乗せるときは、夏でも長袖長ズボンを着せてたわ。その時って、能年どんな格好してました？半袖ショートパンツだったよ。能年の怪我見ました？ひどい擦り傷で女の子にあれはかわいそうですよ。事前に注意しなかったんですか？距離も近くだったからね。でもあれは対向車も中央線越えてたし。俺はもう我慢の限界だった。目の前が真っ赤に染まるっていうのはこういうことを言うんだと思う。初めて本気で人を丸してやろうかと考えた。病人を殴るなんてクズなんだろうけど、気がついたら殴ってたよ。通りかかった看護師と医者に羽がいじめにされて、出禁になった。警察沙汰にならなかったのは運が良かったとしか言えない。その後、すぐ友人から聞いたのだが、イケメンの祖父が金持ちらしく、慰謝料を払う代わりに、別れてくれと、言ったらしい。能年両親は激怒し、慰謝料はいらないから、もう、二度と姿を現せないでほしいと伝えた。そうしてイケメンはすぐに病院を移転していった。まあ、お金は後日送られてきたらしいが。対向車も中央線越えてた。その辺は、イケメンの口からしか聞いてないからわからん。でも、20km オーバーしてたらしい。この間に、友人にアドレスを教えてもらって、能年にメールを送ってみたが、帰ってくることはなかった。
何度も会いに行こうとしたが、俺のせいで婚約を破談させたようなもんだ。彼女の両親にも合わせる顔がなかった。なんか色々切ないな、見てるぞ、頑張れ。それから1ヶ月が経った。彼女は幸い足は骨折していなかった。なのに、やたら入院が長引くなと不思議に思っていたのもあり、バレないようにビクビクしながら能年に会いに行った。病院に着くと彼女はロビーにいた。少し痩せただろうか。のとは車椅子に座っていた。やあ、久しぶりでもないか。あっ、エッチか。顔出せなくて悪いな。来てくれて嬉しいよ。俺のせいで別れさせるような形になって本当にごめん。いや、俺のせいじゃないよ。あっちの両親は私の診断聞いてから、そのつもりだったらしいし。診断って、どこか悪いの？私、覚えてないけど背中、強く打ったらしいのね。それで脊髄損傷が原因で下半身麻痺なんだって。多少の感覚はあるけど、歩けるようになるか、わからないの。能年は泣いていた。俺はかける言葉が出なかった。やっとのことで、俺が絞り出した言葉は、彼女が両親や友人、医者何度もみんなに言われたであろう、子供死にたものだった。でも、まだわからないんだろ、リハビリ頑張ろうぜ。みんなも言ってたよ。最初はね、一緒に頑張ろうって。でも、もうほとんど誰も来てくれなくなったよ。来るのは両親だけ。そんな。みんな口だけなんだよ、本当は思ってもないことをベラベラと。この歳になって両親に着替えさせてもらうんだから惨めだよ本当に。ほら、俺もこんなとこ来てないで彼女のところに行ってあげなよ。彼女はそう言うと、無理に笑顔を作った。俺の大好きな彼女の笑顔は、そこにはなかった。違う、違うんだ。俺は能年が、お前が、どうして、ここまで来て言えないんだろう。俺のクソ野郎。そうだな。ごめん、帰るわ。もし、困ったことがあったら俺にメールしてくれ。うん、またね。合体はまだか。パンツは開いてろ、友人に一応メールを送ったが、お前の問題だろ、自分で選択しろ。と冷たい返信だったが、彼の言う通りだった。もし、俺がヘタレじゃなかったら、すぐにでも彼女を支えてあげることができただろう。でも、障害のある人と付き合うのは、相応の覚悟がいるということが頭の中をぐるぐる回ってた。両親には当然反対された。ご近所で顔見知りであるとはいえ、お前は一生世話をすることになるかもしれないと。両親の言うこともわかる、でもそれ以上に彼女が好きだった。それから2ヶ月の間、ほとんど毎日病院に通った。でも、彼女は会ってはくれなかった。彼女の両親曰く、ほとんどの面会を断ち、ベッドで過ごしていることの方が多いようだった。無理すれば、会うこともできたが、彼女が会ってくれるまで待つことにした。リハビリはあまり順調とは言えなかった。肌寒くなりだし、彼女の両親に能年にと、タオルケットと靴下をプレゼントした。彼女はつけていてくれているだろうか、そんな風に考えていた頃、能年から一通のメールが来た。病院に来て、これだけだった。俺はすぐに病院に向かった。もう覚悟は決めていた。病院に行くと、彼女は珍しく車椅子に乗って中庭にいた。俺があげた靴下とタオルケットを身につけて。やあ、久しぶりでもないね。そうだね。調子はどう？ぼちぼち、かな。ああ、また俺に身長話されちゃったかな、えへへ。そうだね。ねえ、毎日来てたの？そうだよ、会いに来てた。暇だねえ、君も、彼女とは別れたの？彼女なんて、最初からいないよだよ。ずっと好きな人がいたんだ。その人の話、聞いてくれる？突然泣きながら聞いた俺の質問に、能年はびっくりしていたけど、笑顔でいいよと答えた。その時の顔は、俺が15年間、大好きだった彼女の笑顔だった。お互い身長が小さくて馬鹿にし合ったこと。給食袋、振り回して彼女の顔面にぶち当てて泣かせたこと。課外学習の田植えで、泥ぶっかけてやったこと。プールで、金槌の彼女を馬鹿にしたこと。彼女からバレンタインチョコもらえないで、次の日拗ねてたこと。中学の時、地元の盆踊りで浴衣を着てた彼女に可愛いのに似合ってないって言って、殴られたこと。貧乳馬鹿にしてたら、気にしてたのか、割とマジで怒られたこと。高校大学はたまに会えるんじゃないかと思って、通学時間気にしてたこと。その場で、思い出したことだけど、鼻水とよだれ垂らしながら、30分かけて行ってやったよ。その間、彼女はって聞いてくれてた。最後の方は、お互い鼻水だらだらだったけど、あの頃より、少し大人びた彼女は泣きながら俺に、本当に俺は私が好きだね。って言ってくれた。俺も泣きながら、好きだよ、って答えた。これが2ヶ月前の話。今年の4月から俺は働き始めて、彼女も一生懸命リハビリに励んでる。毎日は会えないけど、今が一番幸せだ。俺がもう少しお金が貯まったらプロポーズしようと思ってるわ。
のんびりだが質問があったら受け付ける。紆余曲折ありながら10年以上にわたる一致の初恋が実り、歓喜に包まれるすれない。お疲れ、テンポ良かったよ。飲み会の時に一緒だった友達は、この一連のことは知ってるの？書き留めててよかった。一番に連絡したよ、めちゃ喜んでくれたわ、数少ない友達だな。何この様子で？いい話だな、一の信念に惚れるわ、今は恋人って形なの？そうです。おつ、両親のその後は、ちゃんと理解してくれたか？親父は決めたんなら最後まで愛し尽くせって、言ってくれた。バイクの下りといい、父ちゃん、かっこいいなリハビリは大変だが、支えてあげてな、様子でだった。幸せになれよう。リハビリってか、障害の程度って、どんななのさ？正直、リハビリの状況は変わらない。立つのがやっとって、とこかな。将来は彼女と子供を挟んで歩きたいよ。婚姻届も用意しとけ、自分の欄は全部書いておくのもありだ、指輪はサイズがあれだぞ、わら。やだ、それかっこいい、サイズわからん。また測っとくわ。彼女はまだ入院してるの？今はリハビリステーションにいるよ。とりあえずバッドエンドじゃなくてよかったわ、覚悟決めたら怖いものなんてないぜ、幸せになってくれ。ありがとう頑張るお。家族の支え、特に精神的な支えは必要だからね。リハビリの技術も進歩してるし、そう暗い話ばかりでもない。プロポーズは指輪？婚姻届け？言ってみたもののまだ社会人もペイペイだからな。いきなり指輪かな、やっぱり。久々に心が温まった。本当に頑張れ。15年分の気持ちは無駄にはならなかったな。これからの方が大変だろうが、二人で頑張っていけ。すげえほっこりした。彼女と末永くお幸せに、応援してるぞ。15年間、片思いをした一致の話し、どうだったかな？ずっと脳年に片思いをしていたけど、ずっと思い続けるって、大変だよね。辛いことの方が多いと思うから、この先一致には幸せになってほしい。大変なこともあるけど、二人にはこの先の未来を笑顔で過ごしてほしいな。このチャンネルでは毎日面白ネタ、感動ネタの動画を配信しているよ。少しでもいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録してね。